ブッカーティザ・エムジーズはアメリカ合衆国南部テネシー州メンフィスにて結成されたソウル R&B のインストゥルメンタルグループローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第93位スタックスレコード専属のスタジオバンドとしてオルガンのブッカーティジョーンズを中心にギターのスティーブ・クロッパーベースのルイス・スタインバーグ ドラムのアルジャクソンにより結成された。1964年後半、ルイス・スタインバーグに代わりドナルド・ダック・ダンが加入した。1962年に発表したデビューシングル、グリーン・オニオンが、ビルボード r ・ r ールチャートで1位、ポップチャートで3位の大ヒットを記録した。代表曲に、ハング・エム、ハイ、ハング・エンハイ、タイム・イズ・タイト、タイム・イズ・タイト、 メルティングポット、メルティングポット、ソウル、リンボなどがある。また、オーティス・レーディング、ジョニー・テイラー・ラ・スタックス所属アーティストや、ウィルソン・ピケット、サム・デイブラのスタックス・スタジオにおけるレコーディングでは演奏を担当した。ジョニー・テイラーの、フーズ・メイキン・ラブなどは、彼らがバッキングを務めた代表的な曲である。スティーブ・クロッパーは、1968年に、ビルボード、R ・アールビー、 ポップ料チャートで1位を記録したオーティス・レーディング、ドック・オブ・ザ・ベイやエディ・フロイドのノック・オン・ウッドの作曲を共作しているサムダイムズ。1971年のメルティング・ポットを最後に解散したが、77年、94年に再結成している。ブッカー・ティ・ジョーンズはリタ・クーリッチの姉、プリシラと結婚し、71年から73年にデュオアルバムを発表した。 アルジャクソンは75年に殺人事件の被害者となり死亡している。1992年にはロックの殿堂入りを果たした。ドナルド・ダック・ダンは来日公演の際に休止している。ありがとうございます。